白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は MNO と MVNO ですね、この2つの言葉に関しての学びを深めていきたいと思います。はい、なぜ情報システムを学ぶのかということで、これからも伸び続けるインターネット業界を理解するために情報技術の基礎基本を学ぶことが最も確実な進化成長につながるからということです。はい、情報技術の全体像ということで、パソコン、スマホなどのハードウェアですね、そしてその中にソフトとかアプリとか入っていますと。で、この端末がルーターを経由してプロバイダーが提供するサービスを通じてインターネットに接続、そして欲しい情報があるコンピューターデータベースにアクセスして、そのデータベースから情報を引っ張ってきて、そしてインターネットを通じてプロバイダーを通じてでルーターを通じて、そして私たちのパソコン、スマートフォンに情報が返ってくると、こういう仕組み全体像になっていますということですね。で、今回のテーマは MNO と MVNO と、この2つの言葉についての学びを深めていきたいと思います。はい、MNO っていうのはモバイルネットワークオペレーターということで、簡単に言うと、モバイル通信の事業を行っている事業者ですね。携帯会社って言ってもいい、携帯通信会社って言ってもいいと思います。例えば NTT とか KDDI、AU というブランドでサービスを提供している KDDI、 そしてソフトバンクですね、などのように、独自で基地局ですよね、電波を発信する発信源である基地局と、あとはアンテナですよね。そのアンテナっていうのは私たちのパソコンと基地局の仲介役になってますけれども、その基地局、電波の発信源である基地局、そしてその仲介になるアンテナなど、通信インフラを自社で保有し通信サービスを提供する事業者のこと、これが MNO ですね。通信事業者と言ってもいいと思います。はい、そこに V という文字が1文字入るわけですけど、 MVNO ですね。これはモバイルバーチャルネットワークオペレーターということで、バーチャルっていうのは仮想っていうことですよね。だから、お客さん、消費者から見ると、通信会社のように見えると、仮想の、通信事業者ということですよね。本当は通信事業者じゃない、つまり基地局持ってないし、それからアンテナを持ってないわけですよ。だから本当は通信事業者じゃないんですけど、お客さんの目から見たら通信事業者に見える、そういう、仮想というバーチャルという言葉が入っているのが MVNO ということですよね。見た目上は通信事業会社なんだけど、実際は基地局も持ってない、だから電波も走ってないし、中継役のアンテナも持ってないということですよね。ただお客さんの から見ると通信事業者に見える会社ということです。自社では基地局やアンテナなどは保有せず、 MNO ですね、だから NTT とか KDDI とかソフトバンクから、通信の回線ですよね、っていうのを借りながら通信サービス事業を行っている事業者のことを MVNO というふうに言っています。いわゆるこのさっきの3大キャリア以外の、格安通信会社、格安スマホ会社っていうのが、この MVNO に入るというふうに考えていいということです。はい、で、MNO と MVNO のイメージなんですけれども、 MNO っていうのは、いわばイメージとしては製造小売サービス業ですね。だから電波という、その商品を持ってるわけです。自分たちの商品を持ってる、で電波という商品を持っている、その、持ってる商品を持ってる上で小売もサービスもやりますというのが MNO ですね。で、それに対して MVNO っていうのは、その電波という商品は持ってませんと、ただ小売とサービス、だから仕入れて売るっていう感じですよね、が MVNO ということになります。はい、で、経済の大原則として、独占市場、もしその市場に1社しかいないということになると、利潤が最大化しますと。で、完全競争市場になると利潤がゼロになりますということですよね。で、電気、ガス、水道、通信という、こういったインフラですよね、例えば通信だったら基地局とアンテナっていうね、そういう基盤が必要になるわけですけど、そういう社会的な基盤、インフラが必要な事業に関しては、安定したサービスを提供する必要があるために、事業を行う事業
態を国が許可する免許制になってますということですよね。だからまあね、いろんな会社がね、やることで、まあ、結局市場が不安定になって、それで例えば、いや電気がねつかないんだけどとか、ガスが出ないんだけどとか、水道が出ないんだけどとか、ね、通信で言えばつながらないんだけどみたいな風になると、まあ、国民がすごく不利益を被るので、だからある程度やっぱり大きな会社ですよね、それだけのその通信インフラ、例えば今回の通信でいけば、ね、基地局とかアンテナをしっかりと建設して、なおかつ国民に不便がないようなね、つながる通信っていうのを提供するためには、あんまりこう中小規模の、ね、事業者に、まあ、はっきり言ったらやらせられないというか任せられないということで、まあ、安定したサービスが提供できる企業をに限定して国政府が、まあ、許可を与えるとい こう免許制になってるんですよね。で、まあ、通信の歴史っていうのを考えると、まあ、もともとはだから国政府がやってましたと、ね、いうことですよね。まあ、昔の電電公社っていう感じで、やってましたと。で、それを、民営化した、NTT ということで、まあ、国政府がやってた事業を NTT っていう形で、まあ、民営化しましたということですよね。まあ、国政府がやるとどうしても無駄が大きくなるわけですよね。何せその原資っていうのが税金なので、ね、もう税金っていうほぼ強制徴収でこう自動的に入ってくるお金で、まあ、事業を行うと、どうしても政府がやるとどんどん無駄が大きくなってしまうわけですよね。なので、まあ例えば国政府がある程度ね、例えば基地局も整備しましたと、アンテナも立てましたと、で国民が、まあ、例えば昔だったら電話が、つながるようになりましたというところまでは政府がやって、でも社会的なインフラが、構築できたということであれば、まあ、その大きな無駄っていうのを省くために、まあ、民営化して民間会社として、事業をやらせるということですよね。そこに でもまだ通信、そこに NTT1 社しかないということであれば競争がないわけなので、だからやっぱ競争をもたらすということで、まあ、民間会社の新規参入っていうのがあったということですよね。でそれで、まあ、KDDI が参入して2社になり、そこにソフトバンクが参入して3社になりということで、もともとは政府がやっていた、それが NTT1 社それで2社3社という形で、まあ、少しずつ競争環境になっていったということですよね。まあ、ただいずれも、まあ、上記の3社っていうのは MNO ですよね。自分たちで基地局を立てて、アンテナ立てて、独自の通信の、ね、電波っていうのを持ってる上で、まあ、行う、通信サービス会社ということですよね。でそこにさらに、まあね、総務省が、規制を緩和して、ね、その基地局持ってない、もしくは、アンテナ持ってないだけど、まあね、その大手3社から、それらを、まあ、仕入れて売るという、ね、格安、通信会社の参入というのを、まあ、認めたということですよね。はい。で、まあ、MNO ですよね。まあ、NTT、KDDI、ソフトバンク、大手3社からすると、まあ、基地局やアンテナ建設などに先に莫大な先行投資をしている、ということですよね。特に KDDI とソフトバンクっていうのは最初から民間会社、の状態で、結局こう入ってますから、だから基地局作る、ね、アンテナを整備する、当然お金をね、本当に何兆という形で、まあ、出すわけですよね。なので、やっぱそれを回収しないといけない。で、利益で回収しないといけないと。いうことがあるので、なのでやっぱある程度の金額で通信サービスっていうのを提供したいというのが、まあ実際大手からすると本音ということですよね。先に赤字になってますから、先に何兆円って先出しお金をしてるんで、それを後のね長い年月をかけて、まあ利益でこう回収し続けたいっていう思いがあれば、まあ当然ある程度の金額でずっと通信サービスっていうのは提供したいっていうのが、まあ本音ということですよね。しかし技術の進展などにより政府以外の民間企業でも安定したサービスを提供できるようになったということで、まあ、技術が進化すればするだけ、ね、固定費とか、かかる経費っていうのがどんどん下がっていきますよね。より少ない経費で、ね、昔と同じ以上の、品質の、まあ、例えば基地局 であったりアンテナっていうのを建てられるようになるということですよね。まあ、によって、まあ、その時代の流れもあって、まあ、許認可を出す国総務省の方針が安定、もう国民にとにかく、迷惑をかけない、不便をかけない、安定供給をするという安定という軸足から
通信料金の値下げということで、まあ、日本は海外に比べて通信料金が高いという、まあ、その一つの前提に基づいて、まあ、とにかくね、日本の通信料金を下げるということで、まあ、国ですよね、特に総務省の方針が変わったということです。だからまあそう通信業界に、まああのね、結局競争っていうのをもたらそうというふうに、方針が変わったわけですね。はい、なので、まあ、MNO ですだけではなくて MVNO の参入もまあ認めることになりました。結果、まあ、三大キャリア以外の格安通信事業者っていうのが次々にまあ参入してきたということですよね。まあ、自分たちでは基地局とアンテナ持ってないんだけど、まあ、NTT または KDDI またはソフトバンクからその、ね、回線を借りて、ね、結局、まあ、自分たちは小売と サービスを行うということですよね。ただその借りる部分っていうのをすごくこう限定してるわけですよね。まあ、そのこの部分だけ借りたいということです。で、まあイメージとしては、ね、MVNO ですよね。自分たちで基地局とか、もしくは、アンテナっていうのを持ってない MVNO は、まあ、イメージとしては提供するサービスを最低限にすることで格安での通信サービスを提供するというイメージです。まあ、例えば髪を切る、男の人が髪を切るって言った時に1000円カットのお店とかってありますよ ね。結局その例えば理容室とかっていうのは本当はね、例えば肩もみをするとかマッサージをするとかもしくは髪の毛を洗うだとか、ね、シャンプーをするとか、まあ、そういった色、まあ、もしくは男の人だったらひげ剃りをするとかね、まあ、いろいろサービスを付加価値をこうつけてたわけですよね。だ髪を切ります、ね、髪を洗います、シャンプーをします、ひげを剃ります、肩もみします、マッサージしますみたいな、まあ、っていう形でこうサービスをたくさんつけて、それに対して、ね、例えば価格っていうのを2000円3000円4000円っていう形で、まあ、やってたわけですよね。でそこに対して、まあ、結局後から参入してきた、企業っていうのはいやもうね結局お客さんは ぶっちゃけ髪を短くしたいからね、利用室に来てるわけなので必ずしもひげ剃りとか、ね、もしくは、場合によってはシャンプーとか、肩もみとかマッサージとかっていうのは必須じゃないんじゃないかということでそれらを全部取ったわけですよね。全部取ってもう髪を切りたいんだったら髪を切ることだけ、その代わり価格も安いというふうにして、まあ、1000円カットのお店っていうのが出てきたわけですよね。まあ、それの通信版っていうのが MVNO のイメージです。だから、まあ、例えばその最低、まあ、要するにじゃあ携帯に何を求めますかって言ったら、まあ、電話と、まあね、インターネット検索ぐらいでそんなにこうヘビーユーザーじゃないと、ね、そんなにこうね、携帯電話、今でやればスマホで、ね、とにかくもう動画を何時間何十時間っていう風に見たいわけでもないし、なんかすごくこうね、大きくこうデータがたくさん使うような、使い方はしないと、まあ、極論必要な時に電話をかけたいとか、ね、例えばネット検索をしたいとか、もしくはメッセージアプリで、ね、おしゃべりチャットをしたいとか、まあ、その程度ですということであれば、じゃあただそれができるぐらいの部分っていうのを、まあ、要するに大手3社から借りてくるわけです。それができる程度の、まあ回線っていうのを借りるわけですよね。でそこの借りる部分っていうのを限定することによって要するに仕入れる商品っていうのを限定することによって、まあ、安い部分だけを借りてきてでお客様にも安い部分で、商品を、提供するという、まあ、そういうイメージですよね。で MVN をでだからまあ、はっきり言ったらその携帯とかスマートフォンっていうのをたくさん使いたいっていうヘビーユーザーの方っていうよりは、まあ、最低限電話ができてネット検索ができて、まあねまあ、チャットで、ね、おしゃべりができれば、それでも十分ですというような人に対象にじゃあそれができるだけの回線っていうのを必要最小限、まあ、大手から借りてでそれでお客様に商品を売ってサービスを提供するというのが MVNO ですね。バーチャルの方ということで お客様目線では通信業者だけど実際は電波は持ってませんと。はい、ただ、ね、それをまあ大手がですね、まあ、ブロックしに行ったわけですよね。 KDDI が UQ モバイルっていう格安会社を作ってでソフトバンクが Y モバイルっていうのをまた、提供しだしたわけですよね。だから大手が格安も、ね、自社のグループ内に持つということをしだしたわけです。はい、なので、まあ、KDDI が UQ モバイルソフトバンクが Y モバイルなどの、まあ、格安通信ブランドでのサービス提供もするようになり、まあ、認知度に劣る MVNO
MVNO は実際上競争できなくなったということですよね。だからまあはっきり言ってものすごいねフルサービス持ってて料金が安いっていう場合もあるわけですよね。まあフルサービスっていうかすごくこうね充実してるのに安い料金プランっていうのをまあ出されたということになると、まあ、単純にね、格安通信会社っていうのは、まあ、品質が低いだけっていうことになりかねないわけですよね。これだったら戦えないっていうか競争できないということで、まあ、大手に回線料を払いながら料金競争をしていたら利益をほとんど出せないということです。だから、まあ、自分たちもその商品とかサービスの品質を上げようってなったら、大手からたくさん借りないといけないわけですけど、いや、ヘビーユーザー用の回線も貸してくださいと。いうふうに、まあね、その通信の帯の域っていうのを広げていかないといけないわけですけど、 そんなにたくさん借りたら、ね、安い料金で提供していると、とても利益が出ないということですよね。まあ、借りる部分を限定してここの部分だけ貸してくださいって言ってるんで、だから安くでお客様に商品サービスを提供できてるわけですけど、それをこうほぼフルラインナップに近づけていけばいくだけ、結局大手と同じぐらいの料金にしないと、まあ、利益が出ないわけですよね。だから、まあ、端的に言えばその商品ラインナップが少なくて品質が低いから逆に安いわけですよね。なのに KDDI とかソフトバンクが、ね、安い料金っていうのを出すと、まあ、はっきり言って格安の通信会社はもう戦えないと、競争できないという状態になってきたわけですね。で結果、まあ、NTT の回線を借りていた、まあ、かつての MVNO ですよね、まあ、自分の独自の基地局とかアンテナを持ってなかった、NTT から回線を借りていた、まあ、その一社の楽天が、まあ、MVNO ですね、MVNO から MNO となるべく改めて通信事業に参入、新規参入することになったということです、はい。まあ、自社独自の基地局とアンテナを持ってそれまで変動費だった回線利用料を固定費にしてしまった方が通信部門をより大きく拡大できるという経営判断があったものと思われるということで、ね、お客さんの数増やしたいです。お客さんの数増やすってなるとお客さんによって、ね、要望が違うわけですよね。いや私はたくさん使いたいですと、ね、料金月額料金気にしないで、ね、もう月額料金固定で、ね、もう使いたいだけ使いたいですと、料金のことを気にしながら、ね、スマホを使うんじゃなくてもう月額ある程度の金額払って、ね、それで使いたいですという、まあ、そういうヘビーユーザーの方も、いるわけですよね。でその人たちにもサービスを提供しようと思ったら NTT からたくさん借りないといけない、つまり、ね、品質を上げるっていうその商品である電波の品質を上げるということをすれば NTT にたくさんそれだけ回線利用料を払わないといけないわけですよね。それをやってるとほとんどまあ、ねまあ、利益が出せないということで、だったらその、ね、借りる量が回線の借りる量が増えれば増えるだけ、ね、払わないといけない利用料も上がっていくぐらいだったら、だったら独自で基地局とアンテナを持って、もうそしたらもう自分たちでほぼフルなラインナップの、ね、全部の、まあ、ある意味電波っていうのをまあ持つことができるんで、それを固定費にしてしまってもうね、逆にそう楽天自身がね、もう、まあ、躊躇なくっていうかね、アクセル全開でお客様の数を、まあね、増やしに行った方がいいと、まあ、そういう経営判断で、まあね、新規参入、4社目としての新規参入になったというふうに思われるということですね。はい、ということで今回はですね MNO と MVNO という2つの言葉っていうのを学習してきたんですけれども、 MNO っていうのは NTT とか KDDI とかソフトバンクなど独自のインフラを持った上で通信事業を行っている事業者のことですということですね。で MVNO っていうのはバーチャルっていうふうに、V っていう文字が入ってるんで自分たちでは持ってませんということですよね。 MNO に回線利用料を払いながら通信事業を行っている事業者のことですということです。そしてかつては MVNO だった楽天が MNO として改めて通信事業に新規参入したというお話です。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。